ターターシステム、ターターシステム、タルタルシステムは、アメリカ製の中距離艦隊空ミサイルシステムで、単に、ターター、タルタルと呼ばれることもある。当初、RIM-24 ターターを使用するシステムであったためにこの名があり、ミサイルが、ターターから、スタンダードミサイルに変更された後も、引き続きターターの名称を冠して故障される。 RIM-24 ターターの実用化直後、ターターシステムは、ミサイル本体と、その発射機、ターターの射撃管制システムと、武器管制システムといった、サブシステムからなる、単なる対空ミサイルシステムであった。これらはいずれもアナログ式のコンピューターシステムを有しており、サンティーファミリーに、外して言えることだが、信頼性に限界があった。 これを更新するため開発されていたタイフォンシステムのトンザを受け、1964年より先進水上ミサイルシステムアザムズ計画が開始された。しかし、これは極めて野心的な計画であり、その技術の成熟を待つ意味でも実用化には長い時間を要することが容易に予想された。このことから、全身的な性能向上を狙って、1965年より、 開発開始されたのがターター d システムである。これはすでに運用中の 3T システムのコンセプトを踏襲しつつデジタル技術を導入するとともにシステムエンジニアリング的なアプローチによって海軍戦術情報システムとともに統合された武器システムを構築するものであった。これによってターターシステムは各種センサーからの入力と 戦術情報処理機能、武器管制機能と射撃管制機能を統合して、システム化した統合武器システムとなることになった。なお、アザムズは1969年にイージス計画と解消した後、実際の搭載艦は1983年より収益を開始している。当初の予想とは異なり、ターター D の開発は難航した。その原因は、といった点にあった。 この結果、ターター D の初の搭載艦であるカリフォルニア級原子力ミサイル巡洋艦は収益が計画より1年7ヶ月も遅れるという失態を招いたのであった。しかしターター D システムはイージュスシステムの登場までの間艦隊の防空を支えるとともに統合された対空ミサイルシステムの開発、配備という経験を提供しイージュスシステムの実用化に向けて 貴重な教訓となった。日本においても、1976年に収益した、日本の立ち風型護衛艦より、ターター、D システムに切り替えられている。また、日本初のターターシステム搭載艦である、アマツのシステムも、1982年には、デジタル化された。ターターシステムは、多くの国で長期にわたって運用されているため、その構成は多彩である。 元自衛艦隊司令官である、高田幼児海将は、下記のように定義している。3次元対空捜索レーダーは、目標の捜索を行い、射撃式装置に射撃所元を伝達するもので、ターターシステム搭載の防空艦において、主要なセンサーとなる。アメリカ海軍のチャールズ海アダムズ級、ミサイル駆逐艦や、海上自衛隊の天津風など、最も初期の収益艦では、 パラボラアンテナを使用するアン、SPS-39 が使用されていた。その後、改良型のアン、SPS-42 を経て、プレーンアンテナのアン、SPS-52 に発展した。また、ターターシステムはもともと駆逐艦への搭載のために、開発されたものではあるが、高性能ゆえに、後には巡洋艦にも搭載された。巡洋艦においては、 余裕があるため、より大型、大出力の案、SPS-48 が搭載された。いずれも、S バンドで動作し、探知距離は 400km 程度である。なお、フランス海軍のカサール旧駆逐艦においては、DRBJ-11B が使用されているが、これは、パッシブフェーズのあれレーダーである。S バンドで動作し、探知距離は 190km 程度と言われている。 多くの場合、ターターシステム搭載艦では、3次元レーダーに加えて2次元レーダーも搭載される。これは、3次元レーダーを補完して、遠距離での捜索、警戒を行うもので、アメリカでは、アン・ s p s 4 0後には、アン・ s p s 4 9が、海上自衛隊では、アップス1 1が搭載される。ただし、アメリカのブルック級、 ミサイルフリゲートやスペインのバレアレス級フリゲートは、艦が小型で余裕が少ないため、この種のレーダーは搭載していない。これは、オペレーターと共に、半自動のマンマイナスマシンマイナスシステムを構成し、レーダーなどセンサーからの情報を受け取って、目標の強威度判定などの意思決定を担うもので、ある。初期の艦において、この役割は、CIC のオペレーターにより、完全手動。 完全人力で行われていた。後に、ターターディーシステムにおいて、海軍戦術情報システム、NTDS との連接、統合により、対空対処における意思決定の迅速化を実現されるとともに、統合戦闘システムの講師となった。オペレーター、または戦術情報処理装置による脅威度の判定の後、それを含めた目標の情報、所言を記憶、 管理し、兵器割り当ての自動処理を行い、射撃管制システムに攻撃を指令するものである。ワードを中心として構築されたシステムである。初期のターターシステムでは、アナログ式のウエスタンエレクトリック製 MK4 が使われていたが、後にこれは海軍戦術情報システムとの連接に対応したデジタル式の MK11 によって代替された。ターター。 D、e、システムでは海軍戦術情報システム、またはそれに準じた意思決定機能を有する戦術情報処理装置が導入されたことから WDS、または WCS と呼ばれており、収益当初は MK13 が、著海衆艦では MK14 が使用されている。ターターシステムの中核として艦隊空ミサイルによる攻撃を直接担うのが、 射撃式システム FCS でミサイル用としてはわずかな例外を除いては一貫して M キロ74が用いられている。初期のターターシステムでは m o d 1から3がターター D では m o d 4、5が用いられ、さらに初期型ターターをデジタル化改装した際には m o d 6、8が用いられた。また、後には強化型のモッド13が開発されて心臓管や 回収艦に搭載され、延長回収艦はさらに、もっと15にアップグレードした。MK74 射撃管制システムは、MK73 包位版とコンピューター。初期は、アナログ式の MK118, 後に、デジタル式の MK152、ユニバック、アン、SPG-51 レーダーによって構成される。大抵。 M キロ74は2セット搭載されるが、船体が小型のブルーク級、バレアレス級フリゲートや、既存のフォレストシャーマン級駆逐艦を改装し、ターターシステムを組み込んだジョンポール洋ンズ級、ミサイル駆逐艦では1セットしか搭載しない。アン、SPG-51 は、C バンドで目標を追尾し、X バンドで、イルミネーターとして誘導用の連続波を照射する。 デュアルバンドレーダーであり、ただ D システムでは従来のものと比して出力が増強された D 型が使用されている。ただし D 型開発後もイタリアや日本などへの輸出型では C 型が継続使用されている。SM-1 搭載艦ではこれの搭載数が同時に交戦可能な目標数を直接に決定する。ただし、んち回収によって SM- に運用能力を与えられた艦についてはこの限りではない。また、放射撃式システムも連接される。ターターでは MK68、ターター D では MK86 が使用されるが、日本艦では国産のシステムが使用される。立ち風型護衛艦1番艦、2番艦では72、指揮射撃式装置1型 A が3番艦及び旗。 風型には射撃式装置2型22が搭載されている。なお、バレアレス級フリゲートの MK68GFCS に連接された案、SPG-53 や、MK86GFCS に連接された案、SPG-60 は、ミサイル誘導用の連続破傷者能力も有している。最初にターターシステムを搭載した艦である。 チャールズ海アダムズ級の前期型13隻では、連装の MK11GMLS が使用されていた。しかし後期立て造艦10隻では、単装の MK13GMLS に変更され、これが標準となった。MK13 は、タマコに40発のミサイルを収容でき、SM-1 であれば、8.1秒に1発の割合で連続発射することができる。ブルーク級。 ミサイルフリーゲートやスペインのバレアレス級フリーゲートが搭載する MK22 は MK13 の軽量、簡易型である。MK13 は、後に、ハープーン艦隊艦ミサイルの発射も可能なように、改良された、もっと4より、また、キット級ミサイル駆逐艦や、バージニア級原子力ミサイル巡洋艦では、新型の連装発射機である。 MK26GMLS が使用される。これは、ターター、スタンダード MR に加えて、アスロックの運用も可能にっている。収容弾数などに応じて3つのバージョンがあり、もっと0では24発、もっと1では44発、もっと2では64発のミサイルを収容できる。なお、MK26 は最初期のイージス艦である、タイコンデロガ級。 ミサイル巡洋艦の1番艦から5番艦においても引き続いて使用されていたが、現在では中華民国海軍に譲渡されたキット級ミサイル駆逐を除いてすべて退役した。ターターシステムはもともとその名の通り対空ミサイルとしては RIM-24 ターターを使用していた。その後、ターターは改良型ターター、インペルーベドタルタル IT を経て、 RIM-66 スタンダード1型、SM-1MR に発展した。これはいずれもセミアクティブレーダーホーミング方式で、射程は、RIM-24A ターターで 16.1km、RIM-66BSM-1MR で 46km である。その後、初回収を受けた艦は、新型のスタンダードミサイル2型。 sm-2 の運用が可能になった。これは発射してから目標に接近するまでの中途工程に完成誘導、指令誘導を導入している。飛翔中のミサイルは完成誘導によってコースを取り、目標に動きがあった時は適宜、アンシア -1 コミュニケーションリンクより指令誘導を受けることになるので射撃完成装置は その間他のミサイルを誘導することができる。これによって射撃管制装置の数以上の目標を同時に攻撃できることになったほか、より効率的な飛翔ルートを取れるようになっため、射程も増大している。オリバー・ハザード・ペリー級ミサイルフリーゲートは簡易型のターターシステムを搭載しており、その構成は以下の通りである。通常、 防空間に不可欠とみなされている3次元レーダーを、あえて省き、また、ミサイルと方向兵器の射撃管制を、MK92 に一本化することにより、システム全体としてコンパクトかつリーズナブルになっている。ペリー級の MK92 のレーダーは、オランダの WM-28 のアメリカ版、CAS、コンバインドアンテナシステムと、アン、 spg-60 レーダーの改良型、スター、セパレートトルモディリュメンションレーダーを組み合わせたもので、同時に2目標を照射することができる。また、オーストラリア海軍が自国でライセンスを受けて、建造したアデレード級フリゲートに対して実施した近代化改修においては、MK41VLS の追加装備、射撃管制システムを、 MK92MOD12 にアップグレードするなどの回収により、スタンダードミサイル2型及び SM の運用が可能となっている。台本計画の頓挫を受けて、全身的な防空能力向上策として開発されたのがターター d システムであるが、野心的な台本のコンセプトを直接に引き継いだのがイージュスシステムであるその成果を含め、新しい技術を バックフィットするため、1980年代認証、ニュースレットアップグレード改修が行われた。これは、ターターシステム、または、デリアシステム搭載艦の一部にセレており、ターターシステム搭載艦としては、いずれもターター、D システムを搭載している、カリフォルニア級原子力ミサイル巡洋艦や、バージニア級原子力ミサイル巡洋艦、キット級ミサイル駆逐艦が対象となった。 チョプログラムによるターター D システムへの回収点は以下の通りである。これによってターター D 搭載感はイルミネーターの数以上の目標との同時交戦が可能となり、また式統制能力も飛躍的に向上した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。